はい、どうも、こんにちは。妻吹きさとしです。はい、ではやっていきたいと思います。結構ね、物語は進んできておりまして、また別のね、今、西武部屋に、まで、進んでおりますけども、怖いですね、ルーカスの、なんだろう、作業部屋じゃないですけど、なんか工場みたいなとこ来てますね。アイテムもないし、もうほぼないですね。競争弾と、ハンドガンの弾ですね。これが、何発かありますけども、これが、そのハンドガンより威力のある弾、銃ですね。これがショットガンですね。ガンパウダーはこれ何も作れへんのか。あれか、薬液がないかな。ラグナムの弾とかあるんですけど、銃がね、まだ取れてないので、かなりきついですね。ビデオテープバースでも、ミヤももう見ましたんでね。どっかでまたビデオを一つ見なかのかな。アンティークコインが今一つ取れてますけども、まだなかなか、進まないですね。ここにビデオテープ1個ありますけどね。じゃあね、やっていきたいと思います。ここ新しいとこですね。また、これが普通のハンドガンの方ですね。また1個、罠がありますけどね。あれ?なんか、届かへんのかな、これ。これは違うんかいな。違うんかい、もったな、弾の無駄ですね。これもまた、あれちゃうの。爆弾ちゃうの。お、薬液ありましたね。ラッキー。薬液が、あ、これですね。ガンパウダーですね。競争弾が、15発ですね。できましたね。まだ何も攻めてきてはないですけど。今これが、競争弾ですね。装備が。どこ行くんや?こっちか。これ中ありますね。ここ、あ、入れますね。降りれるというか、ここは確実に叩かなかん場所じゃないですか。先にこの上から攻めていきましょうかね。上、なんかないんかな。いやー、怖い。これなんかあるな。なんやこれ。ここ絶対なんか触らなかんな。ん?あ、降りなあかん。パターンですね。よいしょ。もう降りた瞬間なんか出てくるやろ。なんもないか。これ爆弾じゃないですか。お、出てきた。ショットガンの弾ですね。ラッキー。これは確実になんか操作するあれですね。気持ち悪い。なんか死んでるわ。これは爆発するでしょう。まあやってみましょう。お、ハーブですね。オッケー。まあこんだけあったら、とりあえずちょっとマシですね。これが、操作するあれですね。何やろ?なんか、養豚場みたいな。ここですね。なんか、操作をしろと。ん?ああ、なんか、基板みたいなを、バッテリーですかね。バッテリーが抜けてるということですね。あ、こっちに行けるのか。なるほど。進んできましたね。
あ、バッテリーあるやん。OK。このバッテリー入れたら、もう戦いですかね、これ。そろそろ。ハンドガンの弾。これこんだけあったらもう戦いよ、みたいな感じですね。はい。これはもうセーブがないんかな。まあ、間違いなくこれかなと。なんかないかな。爆発しましたけど、そんなにダメージ受けてないんで。ということはもうこのバッテリー入れたところでですね、戦いが始まりそうですね。戦いよっていう感じですね、もう。ということは、ショットガン、これ9発用意しておきましょうかね。もう音が変わったら絶対来ますからね。バッテリー入れましょうか。間違いなくバッテリーでしょ。ね。爆発しましたね。暗い。急にくだらなりました。お、さあ。何を。なんか来ましたね。何何何？華麗な音楽が鳴りましたけど、来ましたね。うわ、ちょっと待って待って、何何何？嘘。こっちもいいの？もう一発。ああ、なるほど、薬液があかんのか。ちょっと強でいこうか。よしよしよ、やっちゃいます。おい、まだおんのかな。よし、競争団いいっすね。音音楽が鳴りやみましたんで大丈夫っぽいですね。あ、ここが開きましたね。いやー怖い、めっちゃおもろいな。ここはあんまないっすね。ここですね。もう行けみたいなとこですね。開く？どこが、あれ？閉まったな。あれ？あ、エレベーターですか。上がりましたね。あれ？あ、来ましたね。こっちが今回。もう分かへんな。行きましょう。競争団が結構やっぱり強いですね。マナがね、あるかもしれないんで、上とか気ぃつけながら行きましょうかね。あー、怖っ。ただね、ボン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 出てきてくれるんで、そんなに、気持ち悪い恐怖みたいなのはないですね。これ絶対起き上がるやろ。なんか座ってるけど。ぐちゃぐちゃに潰れたやつ。これね、サプリメントですね。これは起き上がりますね、なんか。間違いなく。これは起き上がるやろ、こんなおったら。はい、なんでしょう。次はお前だ。1408。あ、これあれじゃないですか、あそこの下の扉の暗号キーじゃないですか。1408。1408ね。1408。覚えとかなかった。1408、1408。すぐ忘れるからな。あと何も別に
ここはないですね。なんかこれ動き出せへんかな。それが心配やな。ああ、なんかありますやん。薬液ですね。あ、薬液と、は、薬液をサプリメントで、あ、サプリメントを足した精神刺激薬なんのか。はいはいはい。だけど今はちょっと、やっぱ回復薬でしょう。こっちですね。なんもないんかな。とりあえずここから出たいですね。その前にルーカスと勝負あるのかな。まあでも、競争団があるんでね、まあまあ、いけそうですね。これは何や。あ、え？いけへんから、これをもう、なんか、ボタン押さなあかんのかな。その前なんかあんな。アンティークコインですね。はいはい。階段が出まし、降りましたんで、行きましょう。1408で覚えておかなかな。あ、なるほど。はいはい、ここ来ましたね。ちょっと、なんか、セーブしたいですよね。もう戦いよみたいなところですね、完全に。まあまあ、アンティークコイン直しときましょう。で、まあ、特にもう薬液ないんでね、このまま行きましょうかね。バーナーはまあいいか。これで倒せるのかな。1408ですね。これ爆発せんやろな。丸8。よいしょ。開けよ。開いた。OK。よう、今度はお前のうつもを試してやるぞ。だから、ブロック禁止。持ってるもんは全部どっかに置いてこい。え？なるほど。ちょっと待って。持ってるもんは置いてこいってことは、これ。持ってるもんは全部どっかに置いてこい。なんか言うね。持ってるもんは全部どっかに置いてこい。いやいや。いやいや。もう何も持って、あ、ナイフもあかんの。これ全部ここに3押せと。いうことでかな。なるほどね。回復薬もなしよっていう。それじゃないと入られへんなってるんだよな、仕掛け的に。今閉まったな。これ1個持ったらどうなの？反則技使われへんの。ああ、閉まるな。すごいな、これ。そんな、なんでそこまで管理されてんの？ルーカスに。これなんもないやん。どうすんの？限界やん。あ、はいはいはい、思い出した。思い出しましたね。楽しんでくれよ。いやいや、もう、わかったわかった。これ、あれですよね。ビデオで見たやつですね。ろうそく取りましたーっていうやつね。もう覚えてるんで行きましょうか。大体のからくりはわかるな。まあ、アイテムとかももう、同じでしょ。はい、どんどん行きましょう。まあ、ボス戦とかな、まだですね。もうちょっとっぽいですね。ああ、そうか。はいはいはい。ファッキンバースでな。いいか、ここらでちょっとしたゲームと行こうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。そうやな。いいからやろうめ。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ。もうパスワードも知っとんのこれ。大体。よくわかんねえけど。ボーベル大事やったかな。これは覚えてるわ。何回もしたからな。まあ、ここを行って、まず火をつけるのはまだやったかな。まずここですね。つけますね。使えへんのかい。今回は使えへんな。お、ここは開きましたんで、まず一緒ですね、ここは。で、ここからなんかあれが出てくる。何やかな。双眼鏡ですね。双眼鏡を取れるので、取ります。でもビデオ見といてよかったな。で、このビ、双眼鏡が汚れてるんで、覗き込みながら、どれだかな、覗き込みながらここで洗うと。
ね。完璧ですね。そうわ。ここ行くときやな。はい、ここで洗います。洗いました。よしよし。あ、風船に、今度空気入れなかったな。これ忘れとったな。あ、ここはろうそくで燃やすと。完璧ですね。もう完璧よ。何にも難しくない。ここを、ろうそくで燃やすと。あれ？あ、切れそうじゃないから、ナイフがいるんか。あ、いけますね。いきました、いきました。一緒ですね。ここは。これはいいとして。ここになんかアイテムが一個あったんですよ。あったあった。風船ね。で、ここも暗号覚えてる。ルーザーですね。ルーザーで入れたら入力ですね。これで、ここですね。はい。あれ？あれ、これはちょっと違うな。ちょっと変わってんのか、話は。嘘や。行きましたね。これで刺さんね。はい、刺さります。釘が刺さります。で、腹に、羽ペンが刺さります。これですね。この羽ペンをあの機械につけると。いうことですね。はい、OK。もう完璧やな。それ誰だかなと。こんなもんですよね。羽ペンと、あと何やったかな。あれ、どこ行くんやったかな。バルブが必要やねんな。何やったかな、何すんやったかな。差し込まれへんねんな。これが、なんか、ネジやったかな。あれ、どうやったかな。やっぱりなかなかすぐには。これ関係なかったな。あ、そうかそうか。思い出した。めっちゃ重要なことをしてた。ここですね。一応見なあかんね。はい。これね。はい、わかりました。ってやつね。先生、行かなあかんね。これですね。完璧っすわ。棒っていうかこれ。で、ベル。これですね。で、胎児ですね。はい、OK。はい、藁人形は燃やします。藁人形ここで燃やします。どこやったかな。藁人形ここで燃やします。あれ？こうですね。燃やしたら中出てくるんだかな。ないかな。人形の指ですね。はい。OK。で、これをここに。刺しの羽ペンも刺すと。はい。で、ここに羽ペンも刺すと。はい、OK。で、これが何だかな。あとはあれですね、回すやつ。あれどこやったかな？あれ思い出され。これは終わりました。もうこんなんでもなしでも、もうここルーザーってわかるから、いけるんじゃないですかね。まあまあ、いいでしょ。あれ？ルーザーって入力してもいいんですけどね。多分いけるんじゃないですかね。火をやっぱつけ、あれやから、あ、バルブの、
あれどうやったかな？どうやって行くんやったっけ？あ、これっすね。これをゲットしやんことに忘れとった。はい、オッケー。これの、あれですね。入れていきましょう。これですね、ここですね。うぃー。動きます。これはいいね。ルーザーって書かれます。はい、オッケー。ルーザーって書かれます。これ、書かれる前に入力したらどうなんやろうな。わからへんけど。それを入力しに行きましょう。別に、あれか、そのままでもよかったかな。あ、さっき入力しといてもよかったかな。覚えとったら。まあまあまあ。つまみがいるんでしょう、でも。R。よいしょ。開きましたね。で、ここですね。バルブハンドルを取りました。こんなものがあったかな。OK。バルブハンドルを、あれ、バルブは、あ、そうかそうか。ここですね。はい、ここですね。はい、ここつけました。これでスプリンクラーがもう水が出なくなりますってことですね。はい、そしたらここつけに行きましょうっていう話で。はい、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。あれどこやったかな？なんか急に暗くなったな。あれどこやったかな？暗い。わからん。あ、こうですね。なりだしたでしょ。で、ここがもう多分ビデオの通り燃えて死にそうなるんですよ。ここをどうやって脱出するかですね。まあまあ頑張って抜け出しましょう。そしたら、ルーカス来よるんですよ。でしょ？で、この部屋燃えるんですよね。燃え広がるでしょ。ここをちょっとうまいこと逃げれるかどうかですね。死ぬんかな。なんだよ、クソクソクソ。もう限界や。あ、なんかあるな。あ、ここから逃げれるのかな。あ、開けれそうですね。え？なんかあるのかな。死んの？え？死んだよ。意識が失ったから。え？ちょっとお待ちください。確認しとこう。燃えますよね。ここでしょ？あ、これ？投げるんすね、ここに。早せ、早せ。早く、早く。何？どうすんの？あー、そういうことか。隠れしろ。隠れろ。え？ OK、助かった。いけましたね。そういうことがいいな。てめえをぶっ飛ばす爆弾なんだよ、この野郎！なるほど。えらい、しょうもなかったな。その掘って逃げたから死んだっていう感じですね。一回消えてから行きましょうか。もう燃えてんのかこれ。ちょっと燃えるのが消えるまでちょっと消えへんのかな。水とか出ないですか。もう一回出ないな。持ってるのは望遠鏡だけ。望遠行きましょうか。あ、行きましたね。セーブポイントですね、これ。違うかな？セーブポイントは、ありましたね。ラッキー。よかった。これ見る前にちょっととりあえずセーブしましょうかね。お、D 被検体の頭部、ゲットですね。ラッキー。
見つけたぞ。D005。ということは、もう一個持ってたのが002やったね。腕が002番って書いてましたね。これ005ですね。この二つでなんかできるんじゃないですか？もう。何やったかな？なんかできんねんな。何やったかな？これと被験体の直したんですよね。あ、これですね。この腕、これと、これなんかできんねやったんちゃうかな。結成ですね。結成。とりあえず、ちょっとまず、ショットガンの模型はいらんわ。アンティークコインが2つ溜まりましたね。この M ハンドガンと、グレネードランチャーと、ショットガンですね。ショットガンの、回復薬に、ハンドガン、ナイフ、あと何だかな、ハンドガンの弾、競争弾、ショットガンですね。こんなもんかな。バーナーも欲しいんですけどね。これ見る前に、ここセーブですね。実験場の見取り図、OK、確認できましたね。まあいいでしょうね。もう大体いけるでしょう。いやー、お疲れ様でした。では、今回はこのぐらいにしておきたいと思いますね。こっからまた、新たな、マップが発生しましたんでね。楽しみですけど。前回、前々回ほどは恐怖はなかったですね。もう、いきなり出てきますからね、もう、敵が。もうあっさり出てきてくれた方が怖ないわ。これちょっと見ときましょうか。ミア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 は生きてるよ。お前は誰だ？どこにいる？私たちはその部屋を出た桟橋の先を。急いで。ゾイとミアですね。さてさて、イーサン。お前は何がしてる？やっぱ捕まってるな。お前をぶっ殺す。了解。長いしばしお預けだ。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。今回はね、この辺りで、終わりたいと思います。高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。